皆さんこんにちは。北九州市立大学の大山です。富山です。この動画では北九州市内で SDGs に取り組む企業を私たちが取材して紹介していきます。さらに取材をもとに企業の取り組みを体験して知ることができる AR アプリも作成しました。今回私たちが取材した企業は株式会社クラウドナインさんです。それでは実際に取材に行った様子をご覧ください。どうぞ。こんにちは。本日はよろしくお願いします。はい、こんにちは。ようこそ。それでは早速、クラウドナインさんはどのようなことを行っている会社なのでしょうか。はい、弊社では戸建てやマンション、工場、事務所などの不動産を取り扱っております。それ以外にも解体や造成、そういったことも業務として取り行っております。クラウドナインさんは SDGs についてどのような取り組みを行っているのでしょうか。弊社では場所とか状態の、を理由としてですね、なかなか売ることができないというふうな、不動産で他の不動産会社さんが、取り扱ってくれない、なかなか処理が進まないといったものについて目を向けて、その物件の良さというのをですね、付加価値をつけて、リフォームをしたりリノベーションをしたりして、買い手であったり借り手であったりというのを見つけ出す、そういうマッチングをすることを行っております。壊さずに生かすというのは具体的にどういうことなんでしょうか。弊社ではですね、どのような物件でも必ずプラスの要素があると考えておりまして、例えば坂の上にあって売りにくい物件というのがありましても、アクセスが悪いというマイナスを除けば、同じ広さの間取りであったりした物件が安く手に入るということになります。ですのでお客様のニーズというのをしっかり汲み取って、そこに魅力ある付加価値をつけてマッチングをしていくように取り組んでおります。今後の展望やクラウドナインが考える未来への思いを教えてください。北九州市にはですね、高齢者が多く住む坂の上の住宅街などもたくさんあります。いずれその立地環境からお住まいになる方が減っていく傾向が、想定されます。でそのような中で、一軒をそのリフォームリノベーションをして、買い手を見つけたとしても相対的に減っていくっていう事実は変わりません。町全体をきちんと維持していくためには、なかなか一筋縄でできることではないと考えておりますけれども、町づくりっていうのにしっかり向き合ってですね、この北九州市を住み続けられる町づくりにしていきたいと考えております。今回株式会社クラウドナインさんの取り組みを AR アプリにして表現してみました。アプリをダウンロードしていただくと誰でも体験できるようになっています。ダウンロードの方法など詳細は概要欄に載ってますので、ぜひご確認ください。はい、ということで改めてどうでしたか。はい、クラウドナインさんのように私たち学生だからできることをしていきたいと思います。北九州市では他にも様々な SDGs の取り組みを行っています。みんなで北九州市の SDGs の取り組みを盛り上げていきましょう。ありがとうございました。